伸介、中央区の魅力発見発信。笹岡校区編、福岡市議会議員の田中伸介です。はい、この中央区の魅力発信発見コーナーですけれども、本日はですね、ここ梅公園団地前に来ております、ということは、この梅公園団地を含むこの笹岡校区のご紹介ということでお送りしたいと思います。はい、この笹岡校区ですけれども、校区の人口は12,100人、そして世帯数はおよそ6000ということで、中央区の平均的な人口規模の校区になっております。でここは笹岡、それから照国、梅公園、そして梅公園団地ですね、こちらを含むエリアになっております。で西側にはですね、城南区との境である日井川が流れておりまして、そして東の方はですね、丘陵地、その坂に丘になっておりまして、油山観光道路が南北に、こちらが通っておりますけど、これが南北に通って、そして筑紫新道が東西に高校を貫いているというような状況であります。でこの梅公園団地をはじめにですね、住宅地、住宅地区という性格が色濃い校区であると言えるんじゃないでしょうか。で、ただですね、この笹岡校区ですけども65歳以上の高齢化率が 24.1%、 でそれ75歳以上が 12.0%、 でこれはですね、中央区の中ではかなり高齢化率が高い方の部類に入ります。で、ここお隣の城南区なんですけども、優先邸という施設がありまして、これはあの黒田藩の六代藩主であります、黒田福高徹底をそして使っていた、その跡地、というのを整備した公園も、整備されております。でこの笹岡校区のですね、今後の展望なんですけども、私はやはりこの笹岡校区はですね、生活交通支援としての丘陵地対策というものが私喫緊の課題だと思います。で特にですね、照国地区なんですけども、こちらはかなりの険しい坂道になってが、そして狭い道路が多い地区なんですけども、やっぱりこういうところですね、なかなか下に降りてこられないというご高齢の方の声を私かなり聞くようになりました。でやはりこういう方々が、しっかりとこう出歩く、病院に行ける、そして買い物に行ける、そういう環境整備ですね、つまり生活交通コミュニティバスというのをやっぱ運営をしていく必要がある校区の一つだと思っております。でこのコミュニティバスのですね、導入に向けて、しっかりと私は福岡市議会で、福岡市議会の中にもですね、生活交通の対策の、議員連盟というのがございまして、そこのと連携しながらですね、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。ということで、本日は、この笹岡校区のご紹介のために、梅公園団地前から、お送りいたしました。はい、それでは次回をお楽しみに。次回もお楽しみに。